が、広がっている私は三条市にやってきました、はい、今日三条市に来たのは5日の木曜日から開催されている工場の祭典に遊びに来たからなんです。工場の祭典、どんなイベントなのかこちらをご覧ください。今年で5年目を迎える金属加工の産地燕三条エリアで行われる工場の祭典。普段は見ることのできない職人さんたちの手作業を間近に見学でき、ワークショップにも参加できるこのイベントでは、日本を代表するさまざまな製品を生み出している工場の人たちの思いや誇りを体感できます。さあ、そんな工場の祭典なんですが、年々参加数が増えて今年は103の工場が集まりました。工場と聞くとこの工場の工場を思い浮かべますけども、耕す場所の工場、そして商品を買うことができる工場、この3つの工場が集まって103の工場が集まりました。工場の祭典です。さあ、今日来ているのはこの工場の一つ、山谷産業さんがこの工場の祭典に合わせてオープンした裏の鍛冶屋ショップです。早速店内巡っていきましょう。もう外から見てもおしゃれな店内なんですが、なんかおしゃれなホールを見つけたガレージで、ね、毎晩に開放したような、つまり産業といえば包丁、そしてアウトドア用品、キッチン用品などなど見えてきました。真ん中にはキッチンがあるんですね。さあ、詳しいお話を山谷産業の社長、山谷武典さんに伺います。よろしくお願いします。詰まったお店ですね。そうです、大阪のデザイナーの方に全てやっていただいて、素晴らしいデザイン。どうしてこのようなお店をお作りになるんですか。そうですね、私どもあの産業で金物卸をやっておりまして、はい、まあ、インターネットの方で燕三条地域の商品をいろいろと販売させていただいておりました、はい、で、まあ、今回このような形の体験型のショップを作ることで、もっとあのお客様に手に取って触れていただいて、それを確認して購入していただくっていうような場所を作りたいと思いまして、ちょっと今、目の前にはかっこいい男性が2人で来られてるんですかね、行きたくなるような店内なんですけども、お店作りのこだわりは何でしょうか。そうですね、倉庫感を出すために、まあ、打ちっぱなしの床ですとか、あとはあえて分かりにくいように本当に値札だけ貼ってっていうような形で。そうですよね、まあ、どのように使うのか、いくらなのかもちょっと分からないようなお店作りになっています。はい、まあ、これはなぜこういうふうなお店作りにしているんでしょうか。まあ、基本的にあの会話を楽しんでるっていうお店ということで、あえてもらわずに、聞いていただいて、その説明して、その会話が生まれて、より、まあ、なんでしょう、好感を持っていただけるっていうような形で、いいコミュニケーションが取れますし、はい、どんな使い方があるのか教えていただけるということです。そしてね、琥珀色のやかんだったり、ピカピカの銀のやかんも見えてきましたが、こちら、キッチンの上にある、これ、ホームベースじゃないですよね。そうですね、はい、四角い形をしたやかんになります。これ、やかんなんですよ。これ、どのように使うんですか。そうですね、こちらの方にあの麦茶のパックとか入れていただいて、はい、で、沸いたらこのまま、そのままもう持ちやすい、はい、冷蔵庫に入れていただくと。ねえ、私のような一人暮らしの男性はここで麦茶沸かして、もうすぐそのまま冷蔵庫にね、はい、入れる素晴らしい、アイディアも詰まっているのが燕三条の技術なのかもしれません。そして奥にはやはり金属加工の町燕三条ですから、包丁が見えてきましたが、はい、こちら教えてください。はい、こちらの包丁すべてあの使うことができまして、今トマトの方と、食パンの方を用意してます。で、それで切れ味を確かめていただいて、購入していただくことができればいいかなと思います。はい、私パンネル包丁試させていただきましたけど、はい、本当にパンにスーッと入って切れ味が抜群なんですよ。ぜひ試していただきたいですね。はい、さあ、そんな裏の鍛冶屋ショップさんなんですけども、工場の祭典の参加は今日までとなっています。今日の4時までとなっております。工場の祭典が終わってからもこちらのショップ巡ることができますか。はい、こちらの方はあの定休日が祝日と、日曜日ですね、はい、になりますので、それ以外の時はあの10時から4時まで空いてますので、ぜひ遊びに来てみてはいかがでしょうか。そしてもちろん明日の最終日には工場の祭典見学できる工場もありますけども、工場もありますけども、どうやって巡るのがおすすめでしょうか。
燕三条駅と三条ものづくり学校、はい、こちらの方に案内所がございますので、そちらのスタッフの方に自分の合う工場がどこがいいですかっていうような形で問い合わせていただけると一番よろしいかと思います。たくさんの工場がありますからね、はい、迷ってしまいそうです。燕三条工場の祭典は明日まで開催されています。ぜひお越しください。そして私のコーナーのもう一つのお楽しみ、視聴者の皆さんが参加できるこちらのコーナーです。麦島タスクの目指せナンバーワンラジラテ選手権、何人に挑戦してもらいます。ナンバーワンになる人を予想してください。見事的中するとクオカード5000円分が当たるかもしれません。さあ今週から参加方法が変わりました。コーナーを紹介する挑戦者3人にそれぞれ電話番号が割り振られます、うん、ナンバーワンになると予想し電話にて応募していただきます。メモの用意をして参加してください。電話番号に挑戦していただくのはこちら、裏の鍵屋さんの主力商品エグを使ってエグ抜き対決。さあまだ存じ上げない方も多いと思うんですが、柳田さん、エグというのはどんなものなんでしょうか。テント、キャンプでテントを張るんですけれども、はい、その時にあのテントを固定するたびに必ず必要になると思います。はい、四隅にこうね、立てるわけですね。そうですね。そして山谷三郎さんのこのテント素晴らしいんですよね。そうですね。一応あの丸棒ではなくこちらの方が楕円の形になってますので、はい、打っていった時には回らずにずっと刺さっていくんですけれども、はい、抜く時にはちょっとひねってあげると空間ができるので抜きやすい。なるほど。抜きにくい。抜きやすい。ということなんですね。そういう器具を使ったペグ抜き対決を行います。3人同時にスタート。早く2本ペグを抜いた方がナンバーワンです。今回はハンデ戦です。山谷さんには使い慣れているということで長いペグを。そして女性の方には普通のペグを。そして若菜ちゃんには短いペグを用意しました。よーし、頑張れ。一緒に抜いていきましょう。まずは1番の山谷さんです。お願いします。そうですね、私が一番使い慣れてるので抜かないと一番まずいと思います。はい、頑張ります。はい、はい、お願いいたします。そして2番の長谷川さんです。はい、長谷川沙耶香です。力がないですけど頑張ります。長谷川さんが押すとすごくおしゃれに見えますね。そして3番の若菜ちゃん、お願いします。山谷若菜です。頑張ります。若菜さんですね。そうですね。はい、予約対決になりました。それでは皆さん頑張るぞ。おー、果たして誰がナンバーワンになるのか予想してください。誰でしょうか。最近ずっとなんかこう皆さんの予想を裏切ってちびちゃん勝ったりいろいろしてますから、はい、今回はですね、投票方法変わっています。息もつけない、ついてるね。もうちょっと待っていただけるかしら。最後取るんで。よろしいかしら。冷蔵庫にだけしまって。三条地域で開催中の工場の祭典からゲームの時間です。それでは麦島アナウンサー麦ちゃん呼んでみましょう。せーの、麦ちゃーん。